続いてこの話題に参りたいと思います。北朝鮮ミサイル警戒を緩和というニュースと、もう一つ北朝鮮ミサイル工場を拡張かという、ね、ニュースでございますが、日本立てで深入り続けてまいりましょう。早くも約束を破ろうとしますね。そうですね、まあ、でも実際北朝鮮としてはもう安く上げて日本に金を使わせるというですね、まあ、まあその魂胆に、乗ってしまったところがあったんで、まあ、そこはやむを得ない警戒緩和というのはやめんとこかなと思いますね。はい、実際今防衛省行ってもですね、グラウンドを一切閉鎖してパック3が置いてますんで、入れない状態ずっと続いてますから、まあ、あれもねちょっと困ったもんやなという気はしますし、ただ北朝鮮はこの間中国の習近平にもうとにかく何とかしてくれと、もう相当泣きついたらしいですね、もう困りに困ったんでしょうね。もう相当だから経済制裁が効いてて、もう本当泣きついてるらしいですね。で、まあ、トランプさんは経済米朝会談終わった後も経済制裁を強化すると言ってますんで、これがもし、まあ、当然アメリカがこれをそのミサイル基地を拡張しているというのはこれアメリカが掴んでますから、これ相当厳しい措置をまた取られますね。そうでしょうね。あの国が本気で核をやめるなんて信じてるのは、まあ、日本人はまあそんな数少ないんでしょうけど、まあ、でもトランプさんがねちょっとね、前のめりになってるのはちょっとさすがに不安だったんですけど、今回のこれまたやっぱり騙されてるんやみたいな感じになりましたんで、そこはそれで良かったかなという気は、ね、そうですね。これがね明らかにこれ北朝鮮は俺を騙したなということになってきたら、これはまた武力行使の可能性が高まりますよね。そうですね。絶対捨てれないですから、せめて、どうでしょうね、私があいつでもやっぱり1個は隠しておこうとかになりますもんね。ただでも1個隠しておこうって言ってもいわゆる国連とかいわゆるアメリカの査察が入るとちょっとこれ隠すことはちょっと難しいと思いますけど ね。ただ前回 いわゆる爆破の時に外国人のカメラマン呼んだ時も、外貨カウンターを持ってったやつは取り上げたって言いますから、おそらく査察もですね、本格的な査察はやっぱり受け入れないというような気がしますね。俺の言うことが信用できるのかって開き直っておしまいような気がしますね。ただでもそれは多分本格的にやるとなってきたらそれはもう多分その絶対条件でしょうね。絶対条件。あと昨日か一昨日かなんかアメリカ その政府高官がもし本当に核施設を完全にぶっ壊すのやったら、1年で十分でということまで言いましたね。そうですか。施設にはね、これね、日本の評論家なんかでもね、もう10年かかるとか20年かかるとか、で僕は前からねこの番組で言ったけど、かかるわけないやんぞの、もう壊すとき早いよ、人間で作るのは大変、ね、もう一つの大きなビル建てるのもね、もう何年もかかるんですよ、潰すのは簡単やで、だから僕はもう前から、潰すのは早い言ったけど、一瞬や言ったけど、まあ、その通りやね、昨日の米高官がね、アメリカ高官が、1年あったら十分と。ただね、ロシアがでやったのは源泉を廃棄するんですけど、あれはね結構アバウトにやってしまったんで、結構放射能漏れてたりとかね、あったんで、まあ、ちゃんとやろうと思ったらそれかかるんでしょうけど、ただ廃棄の仕方ですよね。そうですね、それはまあやる国によってはちゃんとできるかと思いますね。はい、ただやっぱり人間ってやっぱり一度ね味わったそういう快適な生活とか、あとは強力な武器を自らの意思で手放す勇気って基本的に持ってないと思いますね。はい、現に核兵器放棄した国ってのは南アフリカ一国ぐらいですから、その南アフリカもアパルトヘイトの廃絶の、まあ、そういうどさくさマンデラ大統領の時でしたんで、できたんであって、じゃあ広島長崎の訴えってのはどうなん、全然やんけみたいな、そこはやっぱり悲しいかな、それが人間の性かなという気はして、なおさら北朝鮮がこんな安上がりで国際社会を困らせる便利なもんなんやないかですね、核があったからこそアメリカでさえわしに頭下げてきたんやみたいな、そういう思考回路に陥ってますんで、絶対捨てないでしょうね。ただ北朝鮮の核は、まあ、僕は北朝鮮を擁護する気は全くありませんよ。ただ北朝鮮はもう絶対許せない国なんですけど、ただ北朝鮮の核はこれはいわゆる自衛の核なんですよね、
つまり北朝鮮が核を持って他国を侵略するという意図は、まあ、僕はほとんど考えられません。つまり北朝鮮は自国を防衛するために、まあ、本当は本音は、いわゆる金王朝ですけど、自分の王朝を守るために、まあ、広く拡大解釈すると、まあ、自国を防衛するための、ものなんですよね。だから、まあ、あえてこんな言い方をするのはどうか分かりません。ちょっと疑問もあるんですが、はい、究極の、安全保障なんですよね。核は、まあ、経済的にもそれが精一杯っていうこともありますよね。そうだから金王朝としてはもう今核を手放せばもう自国の安全保障は失われると、まあ、実際ではどこの国も別に北朝鮮に侵攻しようとしないんですが、ただ金王朝を倒そうという動きはできる出るかもしれませんね。いや、今回のサミットの時もそうなんですけど、まあ、ご自慢そうに核弾頭をつけた ICBM をピンポイントでワシントンやニューヨークに落とすと一時言ってたのに、お前はお前の体重を乗せたイリューション62はシンガポールまで飛んでいけんのかっつってチャイナエアを借りたと、はいはい、それは何やね、うん、ワシントンまでピンポイントで行く ICBM 作れて、なんでシンガポールまで行く民間機は作られへんやつ、あれは結構笑い手でしたけどね。あんな中国にね、特に中国から借りてしまったというね、なんかしかもホテル代も出ないんですよね。はい、そのね、切羽詰まった感じはね、バレてますからね。そういえばミサイルと思いましたけど、あ、ミサイルちゃんがロケットか、ホリエモンがロケットをなんか飛ばしましたね。北海道で、はい、北海道で、はい、ありました。はい、で映像見ましたけど、ピューッと飛んですぐシューッと落ちてバーってね、なんか子供のおもちゃみたいなもんですね。難しいですよね、やっぱり。でもね、僕思うんですけど、まあ、僕はロケット工学は全く詳しくないですけど、私も、はい、はい、見たある映像、いや僕も見ました。ホリエモンのロケット、はい、見ました、はい、事件知ってる、事件というかそのニュース、結果だけは知ってるんですけど、はい、映像は、はい、昨日は流れました、はい、あれ長さ10メートルなんですよ、ほうほう、ニュースで見るとね、はい、で直径が50センチ、はい、ほんで、はい、高さ10メートル、長さ10メートル、うん、直径50センチでもんが、100キロまで上がるという計画で飛ばしてましたけど、はい、そんなもん流れますかね。どうすかね。10メートルで50センチですよ。こんなもんで100キロまで飛んでいるとはとても思えないんですけどね。まあ、キム・ジョンウンもそう思ってして笑っとるでしょうね、日本なんてこんなもんやって。だからね、あれちょっと本当に100キロも最初から飛ぶ気なかったんちゃうかなと僕は思うんだけど、そうですね。例えばね、V2 ロケットありますね、ドイツの第二次世界大戦で、フランスからロンドンに向けてね、ミサイル撃った、はい、まあ、最初 V1 で、そのさらに高性能で V2 ロケット、この V2 ロケットはですね、大体長さが十数メートルなんですよ、はい、うん、ほんで、はい、直径が、1.6 メートルですよ。ずんぐりしましたね、今ホリエモンのロケット、はいはい、片っぽ直径50センチ、片っぽ直径 1.6 メートル、はい、これはもうだからその断面図でいうと、だいたい10倍ぐらいなんですよ、だからもう体積になってくると もちろんそれ以上ですね、3乗です、はい、はい、3乗ですからね、だから30倍ぐらいなんですね、体積になるところで、それでやっとフランスからロンドンまで飛んですね、だからそう考えるとちょっとホリエモンロケットはちょっと小さすぎないかと。いや金かかるんですよ、いや、私もいや大きくないのを非難してるんじゃなくて、それで100キロは無理やろうと。いや今やったらできるんちゃうかって思ったらちゃうんちゃうんですかね。ただホリエモン、ね、堀江貴文さんって、はい、まあ、実業家で、うん、で一時ほら堀江もってまさに競走馬に投資した時期あったんですよね。それなのに投資するぐらいやったら宇宙に投資してもらった方が俺は、はい、いえ金の使い方やったんかなと失敗したとはいえですね、そこはちょっと感心したりしましたね、はい、夢のあることに。ただ金もね、今日ファンドで集めてるって話ですね、はい、だから自分使ってない、自分がお金使ってないって話もありますね、まあ、そういうのはビジネスマンでしょうからね、はい、ちなみに、V2 ロケットを打ったフォン・ブラウン博士ね、はい、ドイツのね、はい、科学者、はい、でこれが戦後アメリカに持って連れて行かれて、はい、まあ、その当時のドイツの物理学者というのはソ連はもうみんな持っていく、はい、アメリカもみんな持っていく、はいはい、だからドイツの天才物理学者はみんなそれ米ソに分かれたんですが、オペンハイマーとか、うん、で、まあ、オペンハイマーはその前にアメリカに行ってるんですけど、フォン・ブラウンは後にアメリカに行って、
作ったのがサターン5号という、これはアポロ11号で月まで持っていくロケットを作ったんですよ、はいはい、でこのサターン5号のロケットってどんだけすごいかというと、すごいって書いてある、長さ合わせるんだけど、ロケットの中の内部ですよ、ロケットの内部の直径が10メートルあるんですよ、だからロケットの内部の中を、大型トラックが走れるぐらいの、そう、もう大きな飛んでるぐらいのロケットなんですよ、それでやっと成層圏越えて月まで行くロケットなんですね、まあ、どうでもいいことですけど、視聴者の方からですね、キム・ジョンウン、キム・ジョンイルを追いかけてきた宮島さん、率直にどんな印象を持たれましたかという、お問いかけのメールもいただいてるんですが、僕親父はだいぶロシアに追いかけましたけど、ね、親父キム・ジョンイル先代ですね、はいはいはい、先代、はい、3代目今年初めてだったんで、それは元フライデーの記者ですからね、まあ、追いかけますのは得意ですね、これも何かの因縁やろっつんで、かなり気合い入れたんですけど、基本的に親父も今の3代目もデブですわこれ見て分かりますわ、でどっちが見にくいかというとね、今のがね、私結局後頭部しか見なかったんですけど、ものすごい刈り上げの上に三段バラならぬ三段うなじぎなんですよね、綺麗な女性のうなじだっていざ知らず、もう三段この孫を見てもあれがね、後ろにもボンボンと出てて、結構 見苦しかったんで、ただ初代のキム・イルソンはここにコブありましたね、中央があって、はい、後頭部にコブって、まあそれのあれかなっていうのはね、さっきまさに百田さんのおっしゃった通り、その印象記憶を思い出して、やっぱりこの一族ってのは後頭部が頑かなというんですねそう思いました。初代のキム・イルソンはコブを写真から消してましたね、消しましたね、はい、はい、山本浩一さん、先輩、うちの先輩の山本浩一さんっていうのがやっぱり撮影に成功するんですけど、その方はちゃんと撮らせたらしいですね、はい、だから北朝鮮内にあるキム・イルソンの写真はみんな後ろのコブを撮ってます、ね、絵も撮ってます、はい、ただ手術で取れなかったらしいですね、あれはね、命に関わるんですね、なるほど、はい、なるほど、で死ぬまで取れなかったという、はい、あれなんですけど、まあ2代目はそんなこと何もなかったんですけど、でも一番悪いことしたのは2代目ですからね、まあ3代目もこれから悪いことしとるんでしょうけど、やっぱり顔からして悪人面です、やっぱり2代目も3代目も、数々の、事件はもちろんですけど、テロ事件も、そうですね、実行犯に指令したのは2代目です、2代目、はい、そう、拉致事件をやったのは2代目の時ですからね、はい、大韓航空もそうですし、大韓航空、はい、ラングーンも、はい、そうですね、キム・ジョンイに命令したのはキム・ジョンイだったんですけど、ね、しかももちろんその対外的にもひどいことしましたが、国内的にも一番粛清で殺した時代が2代目ですよね、初代のキム・イルソンの時もですね、建国した後側近の連中を次々に粛清しましたけど、2代目は一般庶民を次々に収容所で殺しましたね、はい、そんなやつは今になって主張らしくですね、平和だなんだかんだっつって誰が信用するかやいいんだもんね、さらに言いますと、そのキム王朝ね、初代のキム・イルソン、はい、これ本名じゃないんですよね、そうです、本名じゃないですね、し、大事、抗日パルチザンとか言っときながら、当時のソ連におりましたんで、キム・ジョイルも金剛山で生まれた、パクトさんで生まれたと言われてますけど、あれソ連で生まれてますんで、みんなだからキム・イルソン、キム・ジョイル、あれみんな本名だと思う、キム・ジョイルは確かに2代目から本名でしょうけど、キム・イルソンというのはあれ本名じゃないんですよ、あれです、まさにキャパを例に出すまでもなく、キャパも、ね、本名違うんですよ、ね、まあ、そうなんですけど、キム・イルソンと、ね、比べるとちょっとキャパもかわいそうなんで、キム・イルソンというのは折島さんご存知だと思いますけど、朝鮮の伝説的英雄の名前なんですよ、いわゆる日本軍に対して神出鬼没の抗日パルチザンで、無敵の将軍、もう、ありとあらゆるところで現れて、日本軍を次々撃ち破る、これはもう実在の人物じゃないんですよ、はい、ただ朝鮮民主の中に生まれた幻想の伝説の人物、ちょっと解決張り回るみたいな、そうそう、感じの、ね、本当はいないんです、月光仮面、本当はいないんですけど、そういうのがおるだろうという、そういう民主の中の願望で現れとった、うん、でところが、戦後ソ連からですね、キム・イルソン将軍が出てやってくると、キム・イルソン将軍って本当におったんかって、すごいな、もう僕らの伝説のもう何十年も昔から朝鮮民族の伝説の人物、キム・イルソン将軍がやってくる、どんなんやろってバーって見てみたら、まだ20代の青年なんですよ、こんな若いのって、
だって20年前からキム・イルソン伝説ってあるのに、はいはい、出てきたら20代の青年なんですよ。辻褄合わないんですよね。辻褄合わない。でこのキム・イルソンって何者かというと、ソ連で教育を受けた、これ、うん、当時は少佐でしたね。そうですね、赤軍の少佐で、はいはい、でソ連で徹底してスターリンに教育を受けたやつで、お前はわしの言うこと聞けと、ソ連の言うこと聞け言うて、で送り込まれた単なるそういう人物なんですよね。でそれがいつの間にか俺はキム・イルソンだと言うて、うん、でそこでそのキム・イルソンが素晴らしいいうのを、北朝鮮の中で広めていったんですね。だからキム一族っていうのはそういう嘘の一族なんですよ。第一って本当の年齢とか名前とか誰も知らない、ちょっと前まで乳房すらわからんかったやつですから、はいはいはい、まあそれだけの、うん、ええ加減なやつなんでしょうね、うん、キム・ジョンウン氏だってそうですもんね。正確にはいくつかって特定されませんよね、33歳なのか、34歳なのかって留学時代は全然別の名前使ってましたし、そうですよね、あくまで推定ですもんね。なるほどね、まあ、国の成り立ち自体がね、そういう成り立ちだとね。